はい、皆さんこんにちは、ワナレグルデジです。では今回は信長の野望を革新パープキット信長プレイの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、信長を裏切った義弟浅井長政、これを織田二条に撃破占領したので、今回はねそれを支援していた朝倉一条谷城を攻略していきたいというふうに思っています。で、朝倉はですねその他京賀も持っているので、この辺りをね、攻略しながらというところになると思います。では早速時間を進めていきましょう。少しお金も兵糧もなくなってきているので、まずはねこれをしっかりと回復させていくところからになるかと思っています。で、小谷には今武将は3人だけ、もうちょっと増やしてあげたいよね。そうなるとここはもうちょっと武将の数を増やしていきましょう。では人材、そして、あ、登用もできる人いるならしてこう。もうどんどん人材不足なんで今、慶順義政あたりまではちょっと何も考えずに登用できるならして、こう。長政生きていたのか。いや捕虜だな。シャレ神戸を白ダミにされる前の状態ですね。で、あとは移動で小谷に人を入れましょう。そうだな、川尻、秀高、秀長、この2人を送り込みましょうか。では時間を進めましょう。あとは観音寺、ここでお金がある今のうちに建設で金銭召喚、これをちょっと数作っておきたいな。こんなところ今だとちょっと1個だと心もとないけど、すぐにやっちゃおう。で岐阜の方も同じようにできればいいんだが、できないとなればここは技術だな。どうしようかな。内政で商人からの購入相場低下、これ大きいよね。やっておきます。割り札をやって時間を進めましょう。ちょっとお金が足りなくなってきているかなという心配ですね。もちろん兵糧もねだいぶ少なくなってきてるっていうのはあるんですが、であとは、まあ、売買もして、またお前か勝家、勝家じゃないんだお願いしたいのはっていうのはあるんですけどね。それ以外のところで言うと、やっぱり軍を起こすに少し兵が少なすぎるので、自動で登用、いや歩兵を入れておきます。でその他でいうと、まあ、攻められる想定はしていないんですが、岩村城あたりの防衛をね強化しておきたいなというところはあるんですが、どうだいっていうところだね。まあ、ひとたび岩村城が突破された場合に備えて、ちょっとここに防御用の櫓を大量に建てられるものを用意しましょう。でここに櫓をいっぱい建てて、岩村城が万が一抜かれた場合もそこで防衛をするという感じになりそうですね。で公家町とか空いてんだったら、もうどん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 入れていきましょうよというところだな。まあ、まずは弊社だね。岐阜城、
まあでもやっぱり今興味本位でいろいろ作っちゃってるけど、中心になるのは水田かな。兵糧に大量に溜め込んだものを一気に金に変える。そのためには召喚と水田、これを中心に数を用意しておく必要があるので、農村、岐阜で農村を建てていこう。まあやっぱりね、水田が一番割はいいので、水田が建てられそうなところを中心に行きましょう。で、水田を建てたら召喚を作って、召喚で一気に売りさばくというところですかね。とにかく今はね、そこを中心にガンガンやっていきます。で、商人町も並行して建てていって、さっき言ったように商館も建てて、兵糧を大量に作って、その兵糧を売って金にするために必要な商館も建てていくというところですね。いや、金がないぞ、またピンチだな。となると、ちょっと金が完全に尽きる前に金を得ましょう。半兵衛、これで金をね、ゲットしてこいというところですね。ただ兵糧が危ないのか。そうなると兵糧をちょっと運ばせる、運ばせるのは軍事かな。そうだね、輸送で。まずは兵糧、これをちょっとどっから輸送させるかというと、桐山御所とかさ、どうなんだろうね。兵糧それなりにあるなら、ちょっと方針を変えちゃいたいな。一旦変えましょう。軍団で方針。信兼の軍団は、目標輸送で、これを一旦安土城、いや、岐阜に。金と兵糧と集めていきます。これでお金と兵糧が集まったので、早速軍を起こしましょう。うわ、近江国、北近江、南近江、凶作受けてますね。さらに金不足。いや、金不足結構きついんだよね。金がないとはいえ、そろそろ出陣して、まあ敵をね、殲滅しておきたいので、まあ、観音寺をね、守る守備兵はいらないですとなると、まずは強化かな。まあ、ただ一度軍勢を整えます。前進。鉄砲はか、全くないね。鉄砲を用意する。金もなければ鉄砲そのものもないので、ここは信長短期出陣だな。で、オーダーにも
出陣させていきたいので出陣させていこう。もちろん軍団の方針はゆえに、ちょっと金はね半分よこしてっていうのはあるにせよだ。目標攻略で浅井、朝倉のうちの朝倉、これを攻略してもらいます。一乗団には大した兵力入ってないんで、まずはこの強が落とした後ですね、信長と半兵衛の兵、ちょっと待って、半兵衛さ全然兵いなくない？ 1700 ってさ、これちょっときついよ。一旦小谷を直轄に変えて出陣させよう。半兵衛の兵全然いなかったわ。なんか1万ぐらいいるのかなっていうイメージでいたら1700、数が少なすぎて話にならないんで、一旦半兵衛は5詰め部隊として残しておいて信長の到着を待ちましょう。で、磯の隊は一旦国境付近まで進めていきます。なんか飛ばしちゃったけど何か起きた今、投与しとく久政、いやいらないな。朝倉の動きがちょっと読めないな。まずは召喚、もう召喚はねあるに越したことはないと。あとは特殊で矢倉、いや防御ですね、鉄砲矢倉を1、2、3、と立てておきます。これで対武田への備えとします。で、金よ金、今は金が欲しい、ひたすらに。で、いざという時の金はやっぱり最優先で欲しいので、召喚と水田はセットで立てていきましょう。まあ、一条谷から援軍が出てくる可能性があるので、その場合にね、まあ、どうしていくかっていうのも頭の片隅には置いておきます。技術がちょっときついのかな今だとね。とにかく兵糧を作っては売りさばくというスタイルで金をねメイクマニーしていきましょう。メイクマニー、まあ、金がなくなってる、完全に金がなくなったな。一刻も早く金を、この世の全ては金だと言ってもいい。信長の進軍がちょっと遅いのはしょうがないですね。何？信盛が裏切っただと？いやーちょっと待ってよ、懲罰で稼働しとく？金ないのにさ、ちょっといくらなんでもさ、
いくらなんでもって感じだよね。金がないのはわかるけれども、さて、秀吉のイベントですね。秀吉は前代未聞の大出世を果たしたが、代々織田家に仕えてきた重臣たちの反発は予想以上だったと。なるほど。知将として名高い八塚正勝に相談を持ちかけた。マジか、半兵衛だろここは。まあ、実際にはね、この秀吉は信長から養子を迎えたことによって、まあ、その織田家家中での立場をね、盤石なものにしていったと。まあ、もちろんこの、羽柴秀吉、丹羽長秀、柴田勝家から一字ずつもらった羽柴秀吉への、まあ、改名もね、もちろんあったとは思うんですけど、実際にやっぱりインパクトがあったのは信長の四男を養子として秀吉が迎えたと。これがね、秀吉の織田家中での、まあ、立ち位置をね、盤石なものにしていった、一因、要因、主因なんじゃないかなと思いますが、まあ、ここではね、羽柴秀吉への改名のイベントということになっています。この草履のね、器も、まあ、史実なのかどうか疑問はあるようなんですが、まあ唯一言えるのは、秀吉がやっぱりそれだけ気配りができた人だったっていうのは、もうこの逸話からああしても間違いはなさそうですよね。で、秀吉は光秀に続いて2人目ですかね、城持ちになったのは。だから勝家とかその長秀なんかよりもね、早かったというところになると思います。では今日が攻めていきましょう。さあ、あとは一条谷から援軍が出てくるかどうかと、金だよね、金、金よ金、とにかく金だ。もうね、ひたすらね、このほぼほぼ兵糧をひたすら売ってるゲームになるんじゃないかとすら思うんですけど、こういう形でどんどん兵糧を金に変えていきます。で、一条谷から援軍が出てくるかどうか気になるところですが、出てこなければこれをね、攻め滅ぼしてしまいましょう。ここはね、先方たまり次第打っていきましょう。兵力削る方が早いのかな、こうやって見るとね。
信長が鉄砲を持ってればねより良かったんですけどね、ちょっとそういう形ではないんですよね。お味方が城内に突入しました。よし、よくやった。我が計略を見破れたら突きまくれ。これは決まりそうだな。俺に続け。さらにヒヤでとどめを刺す。いや、そこまでの必要もなかったね。あっという間に攻略ですね。あとは一条谷にこのまま兵を進めましょう。で、軍団としては編成で入れちゃいます。第三軍団を形成したいので、新設、いや新設の前に一旦小谷だけ組み込んじゃおう。それで、決めていきましょうか。京河から一気に軍を起こして、一条城言えてないですね、一条谷まで、軍を進めていきます。で、一条谷を落としちゃおうと、そういうところですね。で、遠藤が入ってるのか。遠藤ってちょっとあまりよくわからない武将だけど、遠藤を一人置いとくっていうのはどうなんだいという気持ちがあるので、まず遠藤ではなく新しい武将をしっかりと派遣していった方が良さそうかなというふうには思いますね。そうすると観音寺から武将を移動させる、誰移動させるかだな。源義とか長秀出したくないしな。じゃあ岐阜はっていうと、岐阜は誰いる？増重、氏家、原、まあ、この辺りを一旦京河に送ってその支配に当たらせましょう。で、忘れちゃいけないのが、そうそう、絶対忘れちゃいけないのがバイバイで、いやー優秀な武将がいないな。バイバイも結局その政治力のマックス値によって、バイバイ一度に取引できる、つまり一度に金を得られる量が決まってきちゃうんで、ここはねやっぱり優秀な武将をバイバイの任に当てたいというところになると思います。さて、一条谷へと半兵衛を中心に、本陣の信長に続けて送っていきます。いや、不満抱いてるやつ多すぎないか。ちょっと一律にだって全員不満を抱いてると言ってもよくない？いやー、これ無理よ。全然さ、仕官してもらうのはいいんだけど金はない、完全に。一条谷をまず確実に落とすところからだな。で、本願寺、小山御坊に備えて、ここにもね、櫓をしっかり築いていくというところでカバーリングはできそうな感じはしますけどね。さあ、じゃあここで一条谷攻略戦に入っていきまーす。で、これが終わったらちょっと武将の再配置みたいなものをもう、少しずつ考えていった方が良さそうですね。殲滅せよ。さあ、朝倉義景、お手並み拝見といきたい。思い知れ。乗れ。確実に削っては来ているので、一条谷も、まあ、難なく落とせそうかな。
迂闊だな。それにしても朝倉は、僕だったらもう信長がこんな状態になってるんだったら、まず城の周りは矢倉で固めますけどね。でこの城に迫ってくる前までにすでに削っておく。信長の士気が若干下がってるのが気になるかな。ちなみに画面の左側にログが出ていて、武田家が海津城を攻略したというふうに出てましたね。今よし、一条団に制圧。これで朝倉滅ぼしましたね。まあ上々かな、朝倉を滅ぼしたというのは。はい、ではね、朝倉の討伐完了しました。なのでこの先の展望は、まず小山御坊とのまあ境、ここにしっかりとした櫓を立てて、まあ敵の攻撃、本願寺の攻撃の備えとしましょうと。で今日がに関しても同じですね、意識系あたりへの備えとしておきたいと思います。で一方軍の方の主力はですね、観音寺から大和、筒井家、これを攻略して一気にね、三好討伐戦へと流れ込んでいければいいかなというふうに思っていますので、そのように進めていければいいかなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、また次回ですね、この続きプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。